F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプター米空軍にて2005年12月より運用開始があるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、調達計画も750機から648機から451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機をもって生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の開発計画、JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が、F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は、5つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の声声を招き、当初計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され運用がされているんだけど、開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら、作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機あたり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために、映画でも垂直に飛行しているシーンが登場ダイハード 4.0 しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が、
保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本の1番艦出雲について、固定翼機運用のための第一次改修講義を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着火艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用組がなく、米国や英国が調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキードマーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキードマーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度が低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が相対している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定される F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ、韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング通波、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で、重整備や機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での同期の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、
実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるような。また、SACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく取られ、情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから、日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば、米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるのもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに吹き出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。